そして3番手まで上がっていったのは3番の飯田吉野、1社引いたのは6番の太田龍です。今度は7番の三森まで切り替えていきまして、三森が3番の飯田の後ろへと入って4番手、6番の太田龍、さらに1社引いての5番手です。ジャンでは6番の太田龍、前から5番手の体勢で2番の留がその後ろ、そして最後方5番の杉浦なる、発進の気をかかって若干車間を切っています6番の太田。前は機動型4番の吉村さやか、このまま吉村がかけそうな雰囲気。1番の田中舞がその後ろでマーク、3番の飯田吉野、7番の三森、前4車後ろ3車の展開で最終周回、まだスローな流れ。1コーナーから徐々に踏み上げていきます6番の太田龍、前は4番の吉村さやかですが、2コーナーからバック、ここはすんなりまくって先頭です。6番の太田龍は先頭だ、後ろはぴったりついている2番の留直美、そして5番の杉浦なる、この3者がどうやら抜け出して前の3人の勝負。4コーナーから直線です。6番の太田龍が先頭だ、6番の太田そのまま押し切ってのゴール。自転車受け取りを1人1台です。お願いします。くれるお客さんにもっと喜んでもらえるようにいいレースができたらなと思います。